さあということで、今台湾に来て、まあ1週間、まあ1週間は経ってないかな、6日ぐらい、まあ、経ってるんですけど、今ねこれだけちょっとあの洗濯物が溜まってしまいまして、今日私が来たのはどこだと思いますか？実はコインランドリーに来てるんです。いや初めてですね、台湾で、コインランドリーで服を洗うっていうね、ちょっとね初めてなんでやり方が分かんないんで、ちょっとね見ていきましょう。ちょっとちっちゃいやつで、これがちょっとでかいやつで70元ですよね。で多分ここにねステップが書いてあると思うんですよね。で準備ができたらあの服入れてこれを、まあ、閉めろってことですよね。で洗剤がねないな、洗剤、あこれ洗剤っすね。じゃあ洗剤買おうかな。ここに入れて、いや選べるんかい、どれでもいいわ。いや選べるってわけじゃないな、これが洗剤だ、ディタージェントって。洗剤は英語でデタージェントなんで、これが柔軟剤ですね。これが袋、あ洗濯部の袋で、ドライヤーシート、ちょっとよくわからない。でこれ消毒、ちょっとよくわからない。とりあえず洗剤買いましょう。はい、で洗剤を、まあ、ゲットしましたと。そしてで、まあ、おそらくお金を入れて、でここを押した後にここ押せって書いてますね。まあまあまあちょっとやってみましょうか。ものすごい洗濯物溜まってますからね。よいしょ。で今回ね靴も洗います。靴もねこれね雨でね臭くなっちゃったんで、はい、こんな感じで閉めますと。閉めて洗剤を入れるんですね。こんな感じか。ここ開けて、こんなのってんだね。で今ねちょっと録画しようと思ったら録画ミスだったんですけど、この洗剤を、ここに、入れました。ドバドバね。でこれをまあ閉めると、そういうことですよね。でここにコインを入れるんで70元入れていきましょう。コインが結構溜まってたんでいいですね。でまずこれを押せって書いてますね。でこれを押すと、お始まった。これ30分って書いてあるんで、はい、という感じでできましたんで、ちょっと待ちましょうか。さあということで30分経ちましたので、見ていきましょう。結果発表という感じですね。これを開けますと、洗濯されてるけど乾燥はしてない。あこっちか、乾燥機別々か。まあそりゃそうだよな。10元5分。じゃちょっと移動しましょう。乾燥機に入れたんでこれを閉めていきますと。これは多分シンプルにここに多分10元入れるだけなんですよね。10元あったかな。5分10分15分20分、20分分しかないですね。とりあえず20分でどれだけいけるか。高温がいいよな、普通に考えて高温だよな。でスタート、よし。マリオカートしてたら20分経ちましたんで開けてみましょう。めちゃくちゃ乾燥してる、すげえ乾燥機って。いや乾燥機ありがとう、最高です。靴は、匂い取れてますね。靴いいでしょう。これで靴はもうちょっと乾燥させたかったけど、まあしょうがないですね。ということで今日は台湾のコインランドリーの使い方をねちょっと紹介、してみました。ということで今日もうまくいきました。現場からは以上です。また明日会いましょう。じゃあ。